おはようございます。川添のおさんです。はい、今日は9月の21日ということで、もうすぐ10月に入るということで、今日から気温が落ち着くという天気予報になっているんですけど、ちょっと風が出てきて涼しいかなという感じです。で、今日はここの脇芽を残すと得するという紹介をしていきたいんですけど、で、トマトを植えてからしばらく経ったんですけど、トマトって根っこがね張ってくるとどんどん脇芽がグーンって伸びてきて、で、ここの下の脇芽はもう取っちゃったんですけど、この花の下の脇芽を一番最初の花の下の脇芽を残すと結構得するんじゃないかなと思ってるんですけど、で、トマトは最初実がなってないから全部ね、この木に栄養とか水分が集中するので、収穫する前って結構ね、その水分とか栄養の行き場がなくて芯が詰まったりすることがあるんですよね。メガネっていう症状になって茎が割れてしまったり、芯がねなかなか伸びなかったりすることがあって、それでこの脇芽を残すと栄養がこっちにも流れていくので、それを解消することができます。もしかしたらトマトを植えた人の中で芯が詰まってしまったとか茎が割れてしまったという方がいるかもしれないんですけど、まずメガネを解消できるっていうことが一つ目ポイントになります。で、次に二つ目は、やっぱりトマト植えた時って花がね、実がつかなかったり、途中で花が折れてしまったり、あとこうやってね花が2個しか咲かなかったりすることがあって、で、せっかくね、植えてから第1株第2株で暑さとかで花が枯れちゃったっていう人とかもいるかもしれないんですけど、この脇芽を残すことによってこっちにも花が咲くので、予備というか保険をかけれるんですよね。はい、こっちにも花が咲くから。で、もしね、こっちの親軸の茎が折れちゃった場合もこっちを伸ばせばいいから、こっちもね同じくらい成長していくので、本当茎が折れても花が折れてもこっちがあるから予備ができるっていうことで、結構残すと役に立つんじゃないかなと思います。得するんじゃないかなと思います。はい、で、次に3つ目はやっぱりこうやって花がね残すことによって収量がアップするんですよね。はい、で、ここはまだ植えたばっかりなので成長してないんですけど、こっちはもうだいぶ親軸脇芽が成長してるんですけど、で、うちの場合なんですけど、2本仕立てなんですけど、この一番最初のここ、つぼみになってるんですけど、ここでねもう芯を止めちゃうんですよね。はい、こういった脇芽とかも全部嗅ぐんですけど、そうすることによってここにも実がなって、ここにも実がなって、ここにも実がなるので収量もアップするし、この分の栄養分がね分散していくので、メガネも解消できるし、あとね、花もね、ちゃんとついてくれてるんですけど、こうやって保険もかけれるので、結構ね一番最初の脇芽を、花の下の脇芽を残すと何個かね得する部分があるので、初めての方はよかったら参考程度にしてみてください。はい、で、このまま2本仕立てにしてもいいんですけど、うちは来年の春先まで収穫していくので、2本ずっと栽培していくとちょっとね枝が細くなってなかなか管理がね難しくなっていくので、もうここで芯を止めて収穫したら、この脇芽のも全部収穫したら、ここでチョキンって切って、あとはこの主軸で親軸で栽培していくような感じですね。はい、だから 1.5、2本仕立てじゃないけど、ここで終わるような感じで、あとはねトマト栽培をストレートでやっていきたいと思います。初めての方はよかったら参考程度にしてみてください。はい、ということで、またよかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。